はい、今日は須賀間さんと私のためにお集まりいただいてありがとうございます。本日は集まってもらえて、すごく嬉しく思っています。でさっき、まあ、いろんな方が言った通りで、僕は結構癖の強い相手とずっと付き合って商売してきた。まあ、明石さんとかね。はい、もうそれ以上の、ね、癖が強い。で、癖の強い人間を平気で相手にする、その時に相手から何を言われたかって言われたら、お前はミミズだと言われた。どこを切ってもお前生きてるじゃん。平気なやつだ。こう言われて、結構ずうずうしく、商売は、楽しんできました。明らかにその広島も、まあ、飲み道具になりかかったとか言われてるんですけども、申し訳ございません。言われるんですけど、あ、それはそれなりに楽しんで、生きてきています。で、ちょっと今気をつけなきゃいけないなと思っているのは、今日はその最後の日で、明日からチームだというすごい、はい、もちろんもちろん、自由だという嬉しい気持ちとちょっと寂しい、こう両方持っています。どこじゃないですか、結構寂しいでしょ。ただし、常に思っているのは、今日より明日は絶対楽しい。苦しいばっかりの仕事とか人生になってしまうので、常にそれは気をつけて生きていますし、これからも意識しますし、でだから皆さんも、まあ、そういう考え方、前向きに楽しんで生きていくという生き方で、苦しい仕事を乗り越えてください。僕はもうこれから先苦しいことありません。どうもありがとうございました。